イギリスフォード、イギリスフォード、フォードモーターカンパニーリミテッドは、アメリカ合衆国の自動車メーカーである、フォードモーターがかつて傘下に置いていた、イギリスおよびアイルランド法人である、ブリティッシュフォードとも呼ばれる。乗用車と商用車の現地生産、販売と、イギリス、アイルランド内での農業用トラクターの販売を行っていたが、1967年の欧州、 フォード設立により、ドイツフォードと併合された。1903年、イギリス最初のフォード車として、3台のモデル A が輸入された。1909年には、現地法人として、ザ・フォードモーターカンパニー、イングランド LTD が、ロンドンのシャフツベリーアベニュー、ハフツバーアベニュー55番地に設立されている。イギリス初のフォード車ディーラーは、1910年に、 サウサンプトンにオープンした。ノックダウン生産を目的とした組み立て工場は、マンチェスターのトラフォードパーク、トラフォードパークの旧トラム工場に1911年、従業員60名で開業、モデル T の生産が開始された。会社は、ヘンリー・フォードサン LTD という名で再登記された。このマンチェスター工場は、フォード社として初めて、 北米以外の地に設置された工場である。当初は輸入されたシャーシ等の主要部品に一部現地調達のメカニカルパーツとボディを組み合わせていたが、1914年にはイギリスで初めての自動車大量生産用のラインが完成し、1時間あたり21台の車が組み立てられるようになった。1913年には6000台のモデル T が生産されたが、 これは当時イギリスで最も多く売れていた車であり、市場の30%を占めた。イギリスは自動車の大量生産技術に立ち遅れており、民族系量産車メーカーでも社外製のアッセンブリーパーツに依存した旧式量産手法に頼っていた、同時期に創立されたイギリス国内資本の大手、メーカーモーリスがその典型であった。フォードは英国市場で自流に先んじたのである。 第一次世界大戦でも英国フォード社は軍用車として広く用いられた。1917年にはアイルランド南部のコークにも工場を開設。当初はトラクターを生産していたが、1921年からは自動車の組み立ても行われた。なお、コーク工場は1984年に閉鎖された。第一次世界大戦後、トランフォードパーク工場は拡張され、 1919年には、イギリスで登録された車の実に41%が、報道車であった。しかし、この頃になると、英国の国情、税制に合致した、小型、中型の自動車が、イギリス国内資本メーカーの手で量産されるようになり、747cc の超小型車、オースチン7、1922年をはじめ、 1000cc から 2000cc クラスの自動車が、量販車市場で重要な存在に成長してきた。外資系ながら、トップメーカーの地位を保持していったフォードにとっても、この民族系企業各社のトレンドは脅威になってきた。2.9リッターのフォードモデル T、そして、後継モデルの3.3リッター型モデル A、1927は、イギリスの量販車としては、大廃棄量に過ぎたのも核で、 あとには、ボア縮小による排気量縮小型の廉価版を発売する必要にも迫られた。生産体制の強化が秋とされ、1923年にはイーストロンドンのテムズ川沿いのダゲナム、ダガナムが新拠点に選ばれた。この立地はマンチェスターのトランフォードパーク工場と運河に近かったとが、輸送面で有利に働いていたためであった。 1929年から建設が始まり、1931年の10月、イギリスのみならず、ヨーロッパ最大の自動車工場が完成し、モデル A、乗用車とモデル AA トラックが生産された。またこの時期、会社名をサイドザ・フォードモーター CO、LTD に改名している。しかし、本来アメリカ本国向けの4気筒大衆車であった。 モデル A の販売は高い車両価格と税金、さらには世界恐慌の最中にあたり最初の3ヶ月でたったの5台しか売れなかった。1930年代初頭、すでにイギリスでは大衆向けに 750cc から 1100cc クラスの実用的な小型大衆車、上級大衆車が普及しており、また2リッターから3リッターの中級車クラスにはモデル A より はるかに上質で振動も少ない直列6気筒の競合車種も出現していたのである。その体制はヨーロッパ大陸の市場でも同じで、イギリスフォードをはじめとする欧州各国のフォード現地法は各国の民族資本メーカーへの対抗のため、アメリカ本国向けモデルとは別系統の小型車を投入する必要に迫られていた。この結果、1932年に933、 CC エンジンを搭載したモデル Y が登場した。イギリスの税制で 8HP 級に位置付けられ、ベビーホードと通称された。このモデルは、モデル A をスケールダウンしたような保守的だが丈夫なシャーシ構造を備えていた。大量生産体制によって、イギリス初の100ポンドカーとなり市場に受け入れられた。1932年から1937年に、 かけて、ダゲナム、コークの両工場で15万7000台が生産され、ピーク時には、市場の41%を、ベビーホード系が占めた。モデル Y に始まるベビーホードの系譜は、第二次世界大戦後に、モダンな戦後型が発売されてからも、サイレン化モデル、ポピュラーに引き継がれ、1932年型と、本質対素ない固定軸、サイドバルブンジン。 電気会式ブレーキ車の生産が1959年まで続いた。またこれと並行してアメリカ本国で量産化に成功した V 型8気筒エンジン搭載の中級モデルも1930年代中期から生産され頑丈でパワフルなことから一定の需要を得た。第二次世界大戦中英国フォードも民間向けの車両生産を中断し、 英国軍受賞の要請に応じた軍用車用、エンジンの生産に邁進した。ダゲナム工場は36万台の各種車用を、マンチェスターの新工場、アームストン、アムストンでは、航空用として3万4000機のロールスロイスマーリンエンジンを生産し、英国陸軍、空軍の対ドイツ戦勝利に著しい貢献を残した。ことに高品質で知られたロールスロイス。 航空用エンジンをロールス・ロイス本社に劣らぬ品質、精度を確保しつつはるかに効率的に生産供給したことはフォードの大量生産の実力を裏付けるエピソードであった。第二次世界大戦後民間用車両の生産が再開された。1946年にダゲナム工場でベビーフォード系のアングリア戦も第一号車がラインオフ、同年。 ダゲナムでは11万5千台の車が生産された。さらに、エセックスのウォルサムスト、ワローサムスト5のラングレースラウトバッキンガムシャー、後のバークシャー工場も獲得した。当初、戦前型の紹介量に止まる、保守的モデルを生産再開して需要に応えたが、1950年には中級者クラスで合理性に富んだサンボックススタイルボディに加え、 画期的なマクファーソンストラット式サスペンションを世界で初めて前輪独立喧嘩に採用した完全戦後型の兄弟モデルとして4気筒車、コンサル、6気筒車、ゼファーを発表、英国市場にショックを与えた。続いて1954年には小型大衆車クラスのアングリア、プリフェクトにも同様な新型ボディシャーシュを与え、BMC や ルーツグループなどの民族系メーカー社に先行して近代化のペースを上げた。以後もイギリスフォードはアメリカ本国の新技術やデトロイトでも試行段階にある技術を進んで取り入れる進歩性を見せ保守設計に偏りがちなイギリスの民族系メーカー各社を技術やデザインでリードし続けた。その傾向は欧州フォード以降後も引き継がれ後輪駆動など基本は 重要ではあるが、民族計画者より一歩先を行く設計やデザインを採用し、車格の割に競合者より、ボディが大柄で、快獄な車種を投入する手法で、イギリス国内市場で格好たる地位を築いた。1953年には、ボディメーカーのブリックス、ブリーックスモーター5でスを、買収、さらに、ドンカスター、サウサンプトンにも工場用地を獲得し、この時点で、 イギリスフォードは4万人を直接雇用していた。1962年、リバプール近くのにアングリアの生産工場を開設する。この工場は2000年に最後のエスコートを送り出して閉鎖され、翌2001年にジャガー X タイプを生産する工場に転用された。1964年にトラクターの工場が開設され、 翌1965年にはスボンジーに、車種コンポーネンツとアクセルを生産する工場も、開設された。1917年のモデル TT に始まり、各種商用車も生産した。1933年から1939年の間は、フォード・フォードソンの名称で販売され、その後、フォードソン・テームズ・フォードソン・サイムスに変更。1957年に単に、 テームズ・テームズとなり、1965年、フォード・フォードに戻った。トラフォード・パーク工場閉鎖後、大型の商用車は、ラングレー・スラウ工場で組み立てられ。そして、トラック部門は1986年イタリアのイベコに売却され、アイベイ・コ・フォード・フォードが48%を保有するとなる。ラングレー・スラウ工場は1997年閉鎖。 1963年、フォードは国際スポーツカーレース事業の拠点となる作業所をスラウに設置し、GT の開発製造を始めた。翌1964年、作業所は英国フォード市会社のフォードアドバンスドビールズ、フォードアドバンストビアケルズ l t d 以下、フェイブとなり、国際スポーツカーレースへマニファクチャラー権エントラントとして、GT の運用を始めた。 九百六十五年からは、米国本社の移行により、エントラント体制が変更されたため、フェイブは GT の実践開発的なエントラント活動と、翌年に国際自動車連盟の車両公認を取得すべく五十台の完成車製造を行な。百六十六年、国際スポーツカーレース事業の拠点が米国へ移転したことに伴い、フェイブは公認車両 g t 四十の カスタマーサービスとバックオーダーに対応するのみとなり、年末に解散した。資産は1967年市に設立した JW オートモーティブエンジニアリング JW オートモーティブエンジニアリング LTD2 乗とされ、以後の GT40 事業も同社へ一択された。中 CWT はハンドラドウェイト、重量単位の略。 112ポンドイコール5 0 8 0 2ラム。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。